はい、エンジンのヘッドの方洗浄が終わりました。洗浄ついでにですね、洗浄液で、機密の確認の方取れましたので、まあ、バルブの方今もう入ってる状態になります。バルブステムシールの方も交換が済んでるんですけれども、ちょっと作業途中映像をちょっと端折っちゃいましたけど、バルブステムシールこういったサイズのものであればですね、指でえいってやれば入ります。工具なんかはいらないかな。ちょっと対策品のあの硬いやつとかになると指だとちょっと厳しいかもしれないです。でですね、今バルブステムシールとバルブの方入ってる状態なので、ここにスプリングですね入れて、コッターの方つけていきたいと思います。キャブレターの方のバラシですね、今、フロートの方開けた状態になります。フロートチャンバーですね、ちょっと汚れが目立つかな。まあ実走行で特に支障は出てなかったレベルなんで、最小限の、ジェット類の取り外し清掃ですねと、まあスクリューの調整ぐらいで済ませたいと思います。まあ、もちろん油面の調整だとかそういった部分、もし4気筒ばらつきがあるようであれば全部揃えるとか最低限のことはさせていただきます。フルオーバーホールまでは今回はしません。あとはですね、ちょっと中に、茶色い線みたいなもの見えると思うんですけど、これサビの粉の堆積物ですね。こういったのも後々走っててエンジン側に回らないようにこういったところの掃除ぐらいですね。あとはちょっと腐食が目立つので腐食の、まあ、除去、簡単な掃除ぐらいでいきたいと思います。見づらいと思うんですけど、結構腐食してる部分があります。まあ無理やりちょっとブラシでこすってきれいにしたかなって感じですね。あ、ピントが合わない。はい、こんな感じです。まあ見た感じ最低限の、そうですね、掃除ぐらいはされてる個体かと思います。
ちょっと薄く堆積したガソリンの古くなったやつですね。あれのせいで少しバルブシートの座りが悪くなってる程度で、当たり面の方はですね、そこまでひどい損傷ありませんので再使用でいきたいと思います。まあ、あまりにもひどい場合はオーバーホールキットですね、社外のでだいたい1キットあたり 4,5 千円程度で、流通してますので、ざっくり部品代で2万円ぐらいになるかと思います。はい、ちょっと暗くて申し訳ないです。先ほど外してる途中だったので、見てくれよく並べときました。こんな感じですね。で、バラせるものはバラして、洗浄ですね。今ちょっとニードルメインジェットのホルダーとメインジェットがかなり固着気味で、あんまり無茶すると真鍮なんで、やっつけちゃうといけないので一旦この状態で、汚れの除去したいと思います。その後再度外すのはチャレンジします。外れないは外れないでメインジェット交換できないんでちょっと困っちゃいますからね。こっち側も1番、2番、3番、4番、で大体ですね、1番、2番サイドスタンドで立てて、斜めの状態で保管するんで結構こっち側が古いガソリンにやられる率が高いです。まあ、かなりアルミの腐食も目立ちますね。こっちに比べるとわりかし綺麗です。まあ、各通路全部通るように、まあ通るなおかつ差がないように。あ、今あれですね、エアスクリュー、パイロット側のスクリューがまだちょっとついちゃってますけど、これも外して一緒に洗浄します。こんな感じですね。ジェットの方つけ置き洗浄が完了しました。一応もともとついてた、ジェットのサイズの刻印が読める程度までは綺麗になりました。なのでちょっとこれの方、組み付けて、油面の調整だとかそういったところをして組み上げていきたいと思います。キャブボディの方はですね、ざっくり洗浄と、チョークレバーがですね固着気味で上まで上がらなかったんですけど、今スムーズに上まで上がるようにリンクの方を、錆取りと給油と組み直しですねの方をしてあります。
ですね、すいません、エアクリーナーボックス取り付けの時にちょっとカメラ回すのを忘れてしまいました。エアクリーナーボックスですね、まあ、特に純正からそのままついてるだけ。エンジンの方はですね、インシュレーターの方、取り付ける際に、古い液ガスの方を除去して塗り直しています。ちょっと古い液ガス取り付けがちょっと雑だったので、インシュレーターと、インテーク側のポートの段差の部分にですねちょっとはみ出して、まあ少し、見栄えが良くないというか、まあ少なからず吸気の抵抗になってはいたであろうぐらいはみ出てたので、取り付けるときはそういったところ出ないように注意していただくか、取り付けて乾燥前に一旦中を US で拭いて、邪魔な余計な分は拭き取るとかした方がいいかと思います。でヘッドカバーの方はですね、今とりあえずついて、プラグコード、プラグキャップ、プラグコードの方は、ですね、長さの方を合わせて切ってあります。どうしても1、4と2、3で長さは変えないと収まりが悪いです。なるべく左右差はないようには揃えてます。ですね、あとはシリンダーのヘッドの方は一旦この状態で暖気までして、完全暖気させた後に、自然冷却ですねした後に増し締めの方が、サービスマニュアルでも指示されてますので、そちらまでやりたいと思います。あと暖気したついでに多分バルブの座りとかで多少バルブのクリアランス変わってくる可能性もあるので、そこも再度チェックさせていただきます。はい、引き続きといってもあとキャブ取り付けたらほぼついちゃうかな。 あとマフラーかの方やっていきたいと思います。